さあ、では続いて、この札行ってみたいと思います。心の東大、内村鑑三、でございます。よろしくお願いします。宗教家、評論家として世界的偉人、高崎藩の江戸屋敷に生まれ、札幌農学校からアメリカの大学に学び、帰郷後、迫害と貧窮、まあ貧困ですね、の中に著述に専念し、聖書の研究と発行、日露戦争時には非戦論を唱えた熱烈なキリスト教者であった。いかにしてキリスト教者となりしかは世界的名著であるという、説明が書いてあります。ざっくり言うと、日本において、キリスト教の熱心な信者だったということですよね。知られているところで言うと。で、戦争反対を、イケイケおせおせな日本の中で唱えてた人だったっていうことで、まあ、その人がなぜこの上毛カルタに入っているのかっていうところをちょっと深掘りしたいと思います。はい、やっぱりちょっと知られてないですよね。僕も調べてちょっとびっくりしましたけど、はい。なんか本当にカルタで言うと、おじさんシリーズってうん。ね、ただのおじさんの札としてそうで 扱われてますけどすね。多ね。分田山花袋さんと内村鑑三さん入れ替わっても分かんないですもんね。そうか。何年か前に顔入れ替えるアプリ流行ったじゃないですか。おあれで試しにやってみたんですよ。うおうおう。本当に違和感なかったです。だから明確にこの一人一人が立ってなきゃやっぱいけないわけで、そこはこの深掘りでなんとかしていきましょうよ。はい、ちょっとざっくり俺からあれする前に、まず武芸行っていこうか、武芸から。じゃあ私の、田山花袋さんは、上毛かるたを内村救っ鑑三ね、た。内ごめん、村。内村。お前が取り違えてるじゃないか。内村鑑三さんですよ。内村鑑三さんが、上毛かるたを、救ったヒーローとしてちょっと紹介できればと思います。上毛かるた作られる時に、GHQ ですね、当時日本を占領していたアメリカ、このアメリカの検閲を受けなきゃいけなかったわけですよね。上毛かるたの、札ができました、見てください。そうすると、読めない札っていうのがあったわけですよ。過去ので紹介されてましたよね。あんまりにもちょっとたけだけしい読み札は、ちょっと GHQ の検閲を通ることができなかったみたいなね。そうですね、こう軍事的なものであったりとか、そういった人物は読むことができなかった。で、やっぱりその人物自体がこう読むのがあまり認められなかったみたいなんですね、当時は。その中において、上毛かるた読みの親、浦野正彦さん考えました。内村鑑三さんはキリスト教徒で、非戦争論を唱えた方なので、GHQ からの受けがすごく良かったんですね。なるほど。で、これをきっかけに、他の人物の札を読み込むこともできるようになったと、そういうエピソードが残されてますね。いや、だからこれ変な話、内村鑑三さんっていう偉大な人物がこの群馬県にいなかったら、上毛かるたはもしかしたら風景景色だけの、どっちかというとちょっと退屈に思えるようなカルタになってた可能性が、バリエーションに富んでないカルタになってた可能性があったってことだね。そのことになりまいすやー、ね。面白いっすね。そういった意味で、やっぱり上毛かるた救ったヒーローではないかと私は思っています。知られてないっすね。で、俺これね、初めの打ち合わせで武芸と話してて、これいいねっつって、和田さんに教えないようにしようぜっつったら、和田さんはしっかり知ってたっていうね。はい、これやっぱ有さ名すながとこでろですすね。か、これは。成り立ちの中の話では、まあ、確かに少し、知ってる人いるかもしれないですね。めちゃくちゃ重要なことですよね、けどね。やっぱりだから GHQ からしたら、もう日本が二度と戦争をするようなそういう国になってもらっては困るし、そうだったらちょっと占領も解けないし、自由にそういうなんか言ったり、カルタ作ったりするのも許せないよっていう中において、内村鑑三さんを入れるような、そういう格式高いカルタだったら、どうぞどうぞっていうことですもんね。絵札にすごく現れてますね。今の絵札ってちょっと持ってたら見せてほしいんですけど、こう右上ですかね、の方にちっちゃくこう十字架書いてあるだけじゃないですか。これ当時の、その最初の頃の見てもらうと、こんな大きく出てるんですよ。でっかい。
これすごいキリスト教徒の人なんだぞってアピールしてる感がすごい伝わってくる、うん、すごいね、うん、あこれだからやっぱりジョモカルタヒーローであるのは間違いないです、うん、何アピールしなきゃ GHQ は許してくれなかったのいや厳しかったんじゃないですかやっぱり、うん、いやそうだな。で徐々にまあね、あのちっちゃくできるようになったちっちゃくここには単なるキリスト教徒っていうだけじゃないぞ、もっとみんな内村鑑三から学ぶことあるぞっていうことが隠されているとか、隠されてる多分そうだと。なのでだんだん内村鑑三さん自体が大きくなってるんですよね、うんうん、そういうことです。リーナが続くセントラー